めちゃ矢崎です。今日はじゃーん、こちらです。ランコムのクリスマスコフレ、これを新作発表会に参加させていただいた時にいただいたので紹介したいと思います。やばくない？去年はコスメデコルテのクリスマスコフレをゲットできたんですけど、今年はね何にもチェックすらできてなくて本当に残念な気持ちだったので、とっても嬉しいです。私はねたまたま新作発表会に参加させてもらって、本当に棚ぼたでしかないという、棚ぼたでしかないからちょっと後ろめたさあるよね最近嫌なことが多すぎて、多くはないか、嫌なことがあって救われた。やっぱりコスメって、新しいコスメ、こういうゴージャスなコスメってやっぱり気分を上げることができるよね。それがクリスマスコフレなんだなって思って、来年は絶対なんか買いますよ私。こういう感じです。まずバニティバッグっていうのがボーンと入ってました、この箱の中に。てかもうこれ普通にめちゃめちゃしっかりしてる。さっきサイトをチェックしたら残りわずか、アットコスメは残り、アットコスメのショッピングサイトは残りわずか、あ、そうだ、話変わるんですけど、アットコスメのビューティーデーで 20% ポイントバックになるときに結構ねコスメをね買ってしまったの、2万円ぐらい買ってしまったの。だから今度それも動画で紹介したいなと思います。でまだアットコスメでも売ってたし、あとランコムの公式のショッピングサイトでも売ってました。今のところね、私が迅速に動画アップできればまだ売ってると思います価格は1万9000円だったと思います。それにだいたい5万円ぐらいの製品が入っているというお得なクリスマスコフレになってます。まずこのバッグがもうめっちゃしっかりしてるね。普通に使えるやつじゃん。チャックがめっちゃ可愛いです。ランコムって書いてある。書類とかパソコンとかを入れるのにいいですって書いてあった。この配色なんかすごい海外っぽくて可愛い。待って、これこんなにチャック開くのね。だからこうやって使うのかな、こういう感じになるんだ。ゴージャス。中にこれとこれも入ってた。しかもこれ可愛い、ランコムって書いてあって、なんかに使いたいけど何に使ったらいいんだろうねこれ。私パソコン持ち歩かないしな。このポーチ的なやつも可愛い。セットになってるんだ。すごいくしゃみ出そう。こんな感じでブラシが入ってます。じゃーん、めっちゃしっかりしたブラシだねこれ。あと乾燥させるやつこれ何ブラシなんだろう、チークブラシかな。チークブラシとフェイスパウダーブラシかな、ファンデーションブラシ。あー柔らかい柔らかい。してこの絵のところもめっちゃ可愛いね。アイシャドウブラシ、あこれはちょうど使いやすそう。私がいつも二重幅っていうか単色アイシャドウをグラデーションする時とかに使ってるブラシの幅と厚みにそっくりだどうでもいい情報。これなんか入れれそうじゃない、パスポートケースみたいな。パスポート持ってないんですけど、ジェニフィックアドバンストハイドロジェルメルティングマスク。これはね確かねやばいマスクだったと思う。ランコムのサイトをチェックする。あーキャプスロックキーがオンになってた。美容液1本分の発酵エキスが配合されている集中ケアマスク、いつ使いますか大事な日って、そこまで大事な日ってないですよね生きてるうちに。 UV エクスペールトーンアップ日焼け止め用乳液 SPF50+PA4+ 日本製。あいい匂い、箱が。これランコムってすごい有名だと思うんですけど、これのバージョンの、トーンアップローズっていうピンクカラーの、ややピンクカラーのものが新発売になるということで、それは今度紹介したいなと思うんですけど、それのトーンアップの方ですね、5800円するやつが原品が入ってた。白いクリームでこんな感じ、トーンアップされた。意外とスルスルと伸びた後はピタッと密着する感じがするから、ファンデーションとかもノリが良くなりそう。ジェネフィックアドバンストランコムナンバーワン美容液の 7ml ミニサイズが入ってました。なんかこれもしかしてあれかもしれない、
おお、ちゃんとこれになってる。あの付録とかであのパウチのやつは使ったことがあったかもしれない。グランディオーズ01番、これマスカラが入ってます。なんか高いマスカラ、おーおーおーえ、こんなぐにゃぐにゃじゃん。なんか塗りやすいのかな、むしろ。ちょっと使ってみます、今から。これ出すときちょっと怖い、折っちゃうんじゃないかなと思う。こうやってこうやって出す。これはボリューム長さ&お湯で簡単オフって書いてある。4200円ですね。あー、いいね。あ、全、なんだろう、いつもより全然重ねなくてもバッサーってなるわ、一瞬で伸びる。しかもすごい、フィルムタイプってことですよね。お湯でオフできるってことは、ふさふさに見せるっていうよりは、なんだろう、ロングのまつげ一本一本が際立つというようなイメージな気がする。意外とブラシが小ぶりだから下まつげとかにもいい感じかも。ビューティーボックス限定のラプソリュルージュリップアートパレット。あ、すごいね。私リップパレットって持ってないな。で、このリップブラシもついてます。このリップパレットがついてるにもかかわらず、ラプソリュルージュ C368 番の原品が入っているんですよね。これはなんて贅沢なの。こうやって押すと出てきて開けられる。しまうときはカチャってやるみたいな。これかっこいいよね。 C368 番はこんな色です。私ランコムはあれですよね、ジューシーシェーカー、シャカシャカにやるグロスみたいなティントは大好きで使ってるんですけど、この口紅初めて。どれつけてみる。とりあえずこれは手にスウォッチをしてみます。今これちょっとつけてみます。これ直塗りでいいのかな。うん、発色やばい。ポンポン付けでいく。こんな色。じゃあちょっとシルバーの方をつけてみますね。あ、うん。ブラッシュスプティル021番ローズパラディのミニサイズ。あ、ミラーもついてたな感じです。うん、かわいい色、青みピンクかな。ちょっと大きめだけどこれ使ってみたい。肌当たり良さそうだから。あ、結構たっぷり取れちゃう。うん、青みピンク。ラメとかパールは入ってない感じだからほわって色づく感じかな。うん、薄い？もうちょっとつけた方がいいかな。私なんかチーク濃い人になりたくなさすぎてチークをたくさんつけるのが恐怖症なんですよ。だからいつもなんかチークつけてるみたいな感じなんですけど、ちょっとね、チークたくさんつける恐怖症なんだよ。綺麗なカラーです。うん、ビファシルだって。ビファシルポイントメイクアップリムーバー4500円が原品が入ってました。これ振るんだよね多分。日本処方だって。メイクを落とした後にこのマスカラが下まぶたについちゃってた時のもポイントリムーバーの必要さって言ったらないですよね。これが入ってました。ジェネフィックアドバンストアイセラムライトパール目元用美容液です。あ、これかな、パウチで使ったことあるの。あ、これ
これこういう形状になってる。これの5ml ミニサイズが入ってます。ミニサイズの美容液が2種類入ってるんだ。で最後にこれは上がるでしょ、これですよ、じゃん、香水のミニサイズ、ミラクシークレットオードパルファン 5ml が入ってます。こういうのポーチに入れとくと絶対便利だと思う。なんか香水をつけ忘れて外出しちゃった時にそれに気づいた時の残念感半端なくないですか。あの気づく前までは意気揚々と歩いてたのに気づいた瞬間からなんかもう急にテンションだら下がりみたいな時あるじゃないですか。でそういう時にポーチにこういうちっちゃい香水入れとけばすぐに対応できるでしょだからいいと思う。あとなんか付け足したい時とかにもこのサイズ感めちゃめちゃいい。しかも匂いもねめっちゃいい匂いなんですよね。甘い系だったかな、昨日寝る前につけてみた。うん、爽やかだけど甘いガーリー系の香りだけどそんなにキャピすぎない匂いです。はい、みんな知ってるか、これ有名なやつですよね多分。以上がコフレの内容となります。1月1日に発売されるリップとあと2月15日に発売されるベースメイク系は追ってまた動画で紹介したいなと思いますので、よければそちらもチェックしていただけると嬉しいなと思います。あとあれだ、あのアットコスメビューティーデーで購入した購入品とか、あとベストコスメもね動画で年内アップできたらいいなと思ってるので、それもチェックしていただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼します。